パレスチャンネル。こっちです。待ち合わせ場所ここにしてよかったね。屋台の方は人がすごいよ。っていうか、あんた私服なの？せっかくの花火大会なんだから浴衣くらい着てきなさいよね。花火大会は特別だもの、気合い入れるに決まってるわ。着付けに時間がかかりましたけど、しっかり準備してよかったです。さて、みんな揃ったことだし、花火の時間まで屋台行こう。屋台楽しみ。じゃあそれぞれ食べ物を買ってきて、みんなでシェアしようか。うん、私たちの好みはバラバラだしね。かぶらないようにみんなの分も買ってくるね。わかったわ、そうしましょう。それじゃあ行ってきます。あれ、君もかき氷が気になるの？ここの屋台シロップかけ放題らしいんだよね。何味にしようか迷ってたからちょうどいいなって思って。一食だけっていうのももったいないよね。どうせなら5食にしてみようかな。君は何色のシロップがいい？よく見たら練乳が追加できるって書いてある。練乳もいいよね、一気に味が変わるし。それじゃ練乳も追加しちゃおう。美味しいかき氷持ってくから、君は他のを見てきなよ。楽しみにしてるね。いいところに来たわね。見てよこれ。最近のリンゴ飴屋台はバリエーションが多いのよね。あんず飴、みかん飴、ぶどう飴、いちご飴。リンゴは確定として、他のも全部美味しそうで悩むわ。もうそんなこと言うなら、あんたの分はないわよ。みんなでシェアするんだから、他の人の分も買うのは当たり前でしょ。見てないで、あんたは他の屋台も見てきなさいよ。私たちと被らない美味しいもの買ってきてよね。ねえ、この人形焼きちょっと見て。ちょっとかっこいいかも。他の屋台はキャラクターの人形焼きだったんだけど、ここだけ渋くて、ちょっとだけ武田信玄に似てない？うん、特にこのひげのあたりが。味も美味しい。いつもの人形焼きより美味しい気がする。何買うか決まった？味も大事だけど見た目も大事だよ。一緒に過ごす？そっか、いい屋台が見つかるといいね。私の人形焼きと交換しよう。楽しみにしてるね。
ど。実は今、焼きそばを買って戻ろうとしていたんですが、見てください、あそこの屋台、焼きそばの上に卵を乗せているんです。しかも向こうの焼きそば屋台はシーフード入り。買ってから気づいてしまいました。変わります。屋台ごとの工夫を楽しむのもお祭りの醍醐味ですよ。でも、そうですね、みんな焼きそばを食べたいでしょうし、全部買っていくことにします。いろんな味を楽しむのもお祭りならではですしね。袋に入れてもらえますし大丈夫ですよ。それより向こうで四つ葉が悩んでいたみたいなので、あちらを手伝ってあげてください。なぜか足元が不安定で、下駄が合ってないのかもしれません。受け止めてくれてありがとうございます。それよりも、もしやチョコバナナを買おうとしてますか？なんだ、それなら安心です。それはですね、カラフルで今風のチョコバナナにするか、昔ながらのチョコバナナにするかです。だとしても見た目はだいぶ違いますよ。カラフルな方はコアラのお菓子やマシュマロなんかもついてますし、昔ながらのシンプルなチョコスプレーも美味しくて、どっちにもそれぞれの良さがあるんです。ということで、好みのチョコバナナを教えてください。そう言うと思ってました。両方ですね。あれ、そういえば何を買うんですか？それじゃあ、このチョコバナナを一緒に買ったってことにしましょう。持つの手伝ってくれると嬉しいです。ちょっと遅いじゃない、待ちきれないから食べちゃってるわよ。何食べる？あ、ごめん、溶けそうだったから先に食べちゃった。そういえば二人は何を買ってきたの？早速いただきますね。みんなでシェアも楽しいわね。普段自分が買わないものを食べられるのがいいですよね。花火の時間まであとどれくらい？1時間はあるよ。それじゃあもうちょっと屋台で遊ぼうか。実は射的の景品で気になるのがあったのよね。楽しそうですね、行きましょう。あ、私はもうちょっとここにいるね。そう？それじゃあ、あとは自由行動で花火が始まるまでに予約したお店に集合ね。見に行かないんですか？私はそうですね、もうちょっと。私のことは気にせず行ってください。
いえ、でも…はい。実は下駄が足に合わなかったみたいで、鼻をずれもしちゃってだんだん痛くなっちゃって。でもみんなの楽しい気分に水を差すわけにもいかないから。それは…肩を貸してくれて嬉しいんですが、私は本当に大丈夫なので。すみません。自分でできるので。そうですね、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はあ、いいえ。でもちょっとだけやりたかったことがありました。私たちにとっては花火大会ってすごく大事なものなんです。今回も思い出に残るように何かサプライズができたらいいなって思って。知ってましたか？今日の花火大会、打ち上げ花火の制作体験ができるらしいんです。たまたま募集を見た時にこれだって思って、みんなに内緒で作ってすごい花火を上げてもらおうって今日楽しみにしてたんですけど、これじゃあ間に合いませんね。はっ、一緒に作りましょう。5つ子おまけトーク。お祭りっていろんな屋台があるよね。自分でするとしたら何のお店がやりたい？どれも楽しそうだよね。綿あめとか作ってみたいかも。私は可愛い入れ物のドリンク屋さんかしら。光るアクセサリーの屋台とか、やっている人も楽しそうですよね。くじの屋台で日本刀のレプリカとかお城フィギュアを当たりにしようかな。マニアック屋台。リンゴ飴屋台はバリエーションが多いのよね。あんず飴、みかん飴、ぶどう飴、いちご飴。リンゴは確定として、他のも全部美味しそうで悩むわ。もうそんなこと言うならあんたの分はないわよ。みんなでシェアするんだから、他の人の分も買うのは当たり前でしょ。見てないで、あんたは他の屋台も見てきなさいよ。あたしたちと被らない美味しいもの買ってきてよね。あ、実は今焼きそばを買って戻ろうとしていたんですが、見てください、あそこの屋台、焼きそばの上に卵を乗せているんです。しかも向こうの焼きそば屋台はシーフード入り。買ってから気づいてしまいました。え、全部ですか？でもそうですね、みんな焼きそばを食べたいでしょうし、
全部買っていくことにします。いろんな味を楽しむのもお祭りならではですしね。袋に入れてもらえますし大丈夫ですよ。それより向こうで四つ葉が悩んでいたみたいなので、あちらを手伝ってあげてください。あ、実は今焼きそばを買って戻ろうとしていたんですが、見てください、あそこの屋台、焼きそばの上に卵を乗せているんです。しかも向こうの焼きそば屋台はシーフード入り、買ってから気づいてしまいました。そんなことはありません、私は1個で十分です。でも、そうですね、みんな焼きそばを食べたいでしょうし、全部買っていくことにします。いろんな味を楽しむのもお祭りならではですしね。袋に入れてもらえますし大丈夫ですよ。それより向こうで四つ葉が悩んでいたみたいなので、あちらを手伝ってあげてください。ちょっと遅いじゃない、待ちきれないから食べちゃってるわよ。何食べる？すみません、焼きそばはとても美味しくてすぐなくなってしまいました。そういえば二人は何を買ってきたの？いただきますね。みんなでシェアも楽しいわね。普段自分が買わないものを食べられるのがいいですよね。花火の時間まであとどれくらい？1時間はあるよ。それじゃあもうちょっと屋台で遊ぼうか。実は射的の景品で気になるのがあったのよね。楽しそうですね、行きましょう。あ、私はもうちょっとここにいるね。そう？それじゃあ、あとは自由行動で花火が始まるまでに予約したお店に集合ね。ちょっと遅いじゃない、待ちきれないから食べちゃってるわよ。何食べる？はい、どうぞ。あんたが買い食いしてる姿って様にならないわね。そういえば二人は何を買ってきたの？あ、おいしそう、早速いただきますね。みんなでシェアも楽しいわね。普段自分が買わないものを食べられるのがいいですよね。花火の時間まであとどれくらい？1時間はあるよ。それじゃあもうちょっと屋台で遊ぼうか。実は射的の景品で気になるのがあったのよね。楽しそうですね、行きましょう。あ、私はもうちょっとここにいるね。そう？それじゃあ、あとは自由行動で花火が始まるまでに予約したお店に集合ね。他の屋台見に行かないんですか？
私はそうですね、もうちょっと。私のことは気にせず言ってください。あ、いえ、でも、はい、実は下駄が足に合わなかったみたいで、鼻をずれもしちゃってだんだん痛くなっちゃって。でもみんなの楽しい気分に水を差すわけにもいかないから。それは、ご視聴いただきありがとうございました。高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた次回動画でお会いいたしましょう。またね、バイバーイ。